お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのアーチェクイロフグやっていきたいと思います。さあ、こちらのデッキですね、今のね環境でまあ一番強いらしいですね。はい、トラーグにも向いてるということで、今日はこれでねトラーグやっていくんですけど、前までね五分折りで使われてたんですよ。でそれが大砲になりましたね。まあ大砲の方が回転速くなって、今まで勝てなかったエリジアイとかにもね逆に相性が良くなったりとか、はい、まあしたみたいで強いらしいです。で、アーチェクイ持ってないよって方はハンターですね。はい、ハンターがね、いいらしいです。大会とかでもハンター型で使ってる人もいたりとか、僕はマスケでもいいと思うんですけど、まあぜひね、そこマスケハンターでやってください。で、ファイスピもエリスピでもいいです。お任せします。というわけで、やっていきます。で、今季はね、ロングシーズンで、今、トップが8200度。で、残り12日あるんで、9000どうだろうな。結構際どいラインで、多分出ないんですよ。そう、いや、出るか出ないか、際なところなんですけど、僕は多分出ないと思ってるんですけど、まあ最多更新ね、僕最多が85ぐらいなので、まあほんと86とか87とかね、ちょっと最多更新できればね、いいなと思いながら、ちょっと取上げ、全然できてないんですけど、はい、上げていきたいなと思います。さあ、爪楊枝さんですね。爪楊枝さんね、さっき当たったんですよ。コカッちゃんでしたね。はい。下げました。で、テスラだったっけな。多分テスラだったと思うんですけど、もうなんかね、あちゃくい、ぶっ壊れすぎて、はじめプリンとマジで一緒なんですけど、これ。はじめとりあえず出しとけば、なんとかなるよねっていうのが、このあちゃくいですね。さあ、一発ぐらい。この初速が早いんだな、初速が。さあ、次、バレル来たら、スケファイスピとかで守りながらね。テスラがね、地味に厄介ですからね、僕も。よいしょ。さあ。いやー、いい。いやー、この棒はでかいんじゃないですか。さあ、からの、ここテスラが高めに来るので、圧着い出します。よいしょ。さあ、ですが、いやー、豚がね、ちょこんちょこんと、まあ、圧着いは、あとはクローク使ってって感じで、地味にね、この、まあ、バルキリーテスラウッドと、あと、ハシマイプリンですね。そうそうそう、普通にハシマイプリンで、絶対ダメージ受けちゃうから、なんか、めっちゃ余裕で勝てそうに見えて、全然、競っちゃうんですよね。まあさすがに勝てるとは思うんですけど、まあクエイ削りであったり、まあ着衣のサイクルがね、崩れて2周目のロイフがね、はい、刺さったりとか、まあバルキリーとテスラのね、テスラのターンに突破してな。さあ、とりあえずカード回しして、相手の動作よりは逆サイの方がいいなと思うので、左サイドにね、行きましょう。まあこれクエイクでもいいのかな。まあまあまあ。さあ相手はね、着衣こう地味に嫌だと思うので、さあ豚がね、いやーもうちょっと入ってほしいけど。さあ、橋前プリンが いないのは熱い。いこれは？竹変わったか。さあさあさあ、今竹変わんなかったらね、勝ち角ぐらいでした、ね。さあ、デリ落として、やっぱ回転が早いんですよね。これがマジで強い、このデッキの。うん。さあ、着衣。マジで。とりあえず橋前着衣してるだけみたいな。で、デリもあるので、ウッド使って構えて、全然来ねえよ。さあ、やべえ、ウッドが早すぎた。ウッドが早すぎたなんてことある。やばい。マジで基本的に無限にこう攻めていけばロケボーイですね。まあまあまあ、だんだんね、あっちも苦しくなってくるよと。で、今あっちゃく入れてる間にカードをスケとかで回せばよかったな。さあ、クエイクで削りながら、もうカード回しでクエイク削りですね。さあ、ウッド、デリー、で、ロイフグもう一回飛ばしてと。で、圧着真ん中出したいな。多分テスラだと思うんだよな、また。よいしょ。さあ、いやー、ロケ削り来ましたね。これですね。厄介なのがまた。うん。さあ、でも今この間にね、回転ずらしました。で、これロイフグですね。バレル来たらファイスピだけとかでもいいかも。いや、しかも横にずれてるのでかい。オッケー。さあ、着衣の回転が早すぎるのがでかいけど。いや、でかい。思ってる入ってる。さあ、ハシマイプリン。警戒して。まあ、僕の巻き筋マジでハシマイプリンだけですね。で、着衣出すとカードサイクルが頭おかしくなるので、さあ、一周目からの、これ回るのはバカ早いですからね。よいしょ。さあ、ここでもロイフグ回った。あ、これ、ハシマイプリンいきますね、でも。デリで。じゃあ、アチャクイのスキル早かったな。これ、ロイフグすぐ飛ばしたいな。まあ、なんかね、めちゃくちゃ上手いっすよね、防衛が。そんなダメージ入らんのっていうぐらい入らないじゃないですか。
あ、でこのウッドとかしてると負け筋っすね、ガチで。そうそうそう、で上手いとね、結構こういう感じのジリジリとしたね試合になっちゃうんですよね。さあナイス。というわけでね、まあ8枚プリエのダメが痛いぐらいかな。僕もでもクエックで削れるんですけど、まあなんか細かいダメージの積み重ねって感じなので、序盤からダメージを抑えるのがね結構大事っすね。まあでも本当にこのクエイクデリウッドっていうねスペル構成が強いんですよね。そう、まあクエイクデリあればぶっちゃけこう攻めでも優秀だし、守りもなんとかなるし、であとロイフグもね結構前に強化来て、なんかそれからずっとねロイフグちょっと強くねっていう環境が続いてるので、多分今季終わったらバランス調整来るんですよ。そうだから全然火砲来てもおかしくないぐらい強いですからね。顔きそうだけどな、どうなんだろう。なんかチャンピオン系は、まあ、前回触れられなかったんで、もうなんなら一生触れられない説もある、うん、だって前回ね絶対壊れとるやんっていうぐらい強かったのに修正来なかったので、まあ、なんかチャンピオンはもうそういうものだよっていうものなのかもしれない、うん、チャンピオンはぶっ壊れでいくんだよっていう可能性もさないことはない。で今回の相手はクロスかな、多分スケラの可能性もあるけど、テスラだったのでさ、クロスっぽいですね。でクロスに対してもまあクエクッドとアタチェクも強いからな、端前出しとくだけでね。うん、さあでロケットのデッキとかだと思うんで、アチェクとかもケツじゃなくて高めに出して、さあこれで、あ、じゃあトルネしたいでしょ。いやこれ豚に滝か、いや、いかないか。まあまあまあ。いや、バルキリ強え。ガチで。えぐ強いですね。これがまあ、ナイトだったら、神相性でしたけど。まあ、さすがにバルキリは負けないと思うんだけどな。ちょっとコストね、使いすぎには要注意よと。怪しい。さあ、1分いけますね。多分、次から相手は左にね、セミクロスを立ててくるんですよ、普通は。大砲で壊せたらさ、熱くね。いや、壊れないのか。ロケか。おい。いやー、クエイク削りでもいいけど、まあまあ。さあ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 、さすがにこのスキル、いやー、もうちょっと頑張ってほしいな。スキル結構大事ですからね。で、あと、ファイスピー、これ、LSP でもいいって言ったんですけど、ファイスピーの強みは、マジ一生これで削れるんですよ。その、端前ファイスピーで。これがねちょっと強いですね。さあでテスラは絶対クエイク警戒で高めに来るので、高めにアチェクイも出してあげてね。うん、端前ファイスピが強いです。 LSP だと、まあ、防衛がすごいね楽になりますね。うん、よいしょ。さあ豚で攻めて、いや相手諦めたか思ったけど諦めてないですね。さあもうカード回しのねスペルですね。いやこれ食い食ったら逆サイチャキクロスやばいかな、まあ、さあちょっとタゲを取りたい。あいウィズ、いやこれはもうマジでクエイク削りでいいっすよ。でクロスしか相手ワンチャン勝ち筋ないので、ロケ削りでは僕に勝てないんですよもう。よいしょ、さあタゲ変えてあげて、いや強え。さすがに豚とアチャク入れれば守れるでしょ。オッケーオッケーオッケー。さあファイスピ前結構うまいな。いやなんかね、上がもう8000とか出てて、僕まだ74ぐらいなんですけど、もう本当にマジで8000、9000並みのうまさがあるっすね。全然刺さんねえ。うん、さああれクエクッドで終わるっすね。ナイスということで、まあ、しっかりクロスの竹取って、まあ、クエイクで防衛してもいいんですけど、基本的にクエイクで防衛じゃなくて、基本的にアチャクイとかで防衛で、やばいってなったら、あの、保険でね、クエイクで防衛するっていう方がね、大事かと思いますね。防衛に回ってると、気づいたらね、ロケ削りとかね、ダメージね、追いつかれちゃうんで。まあでも本当にね、あ、ソロマンだ。このデッキめっちゃ使われてるっすね。バカ多いっすね。そのエリジャイが結局勝てなくて、
エレジャイに勝てねえデッキじゃんとか、流行りにちょっとメガナイトが流行ってたのもあったんですよ。ロイフきついなって。だけど、メガナイトが、その、最終的にエレジャイが増えたことによって、メガナイトがエレジャイに勝てなくなって、メガナイトが減って、大砲でエレジャイに勝てるようになって、もうマジで最強クラスにね、来ちゃいましたね、こいつが。うん。さあ、マサネク久々に見ましたね。おー、ソロマンのスケキンマザネックか。まあ、これ中国のプロ選手ですね。なんなんだ。あー、めんどくさいですね。いやー、めんどくさいなー。めんどくさいなーって思いしかねえんだけど。さあ、これちょっとクエイクで守っちゃおう。うん。いや、クエイクも結構ウッド代わりみたいなね、なりますから。まあ、スケ防衛とかスケラ防衛にはね。スケキンマザネクロイジャイか。メガナイトはさすがにいないか。スケキンロイだもんな。これ生き得じゃない？ファイボもある。お、ウッドもある。さあ、スケキンロイのファイボウッドのね。マザネクスケープ。あと2枚。いやー、めっちゃ暇だな。まあ、ケツ圧着入れか。端前行っても、スケルトン部隊今来られたりとか、スケキン受けからのカウンターがちょっと嫌だったんで。まあ、でもこうなるもんな。まあ、逆サイ行ってもいいかもね。さあ。で、大砲はぶっちゃけロイに取っとかないとやばい気もするけど。あー、全然攻めてこないな。相手めっちゃ丁寧ですね、ソロマン。あー、いやー、めんどくさいな、でもそれ。トリトンいたな。うん。なんかユニット多いっすね。でも、相手の攻めも、ぶっちゃけ、俺が守れば、いや、これ攻め早くワンチャン来るな。いや、でもウッドも使ってるからな。結構入る、結構入る。いやー、ファイボやばいな。いやー、でも流れはね、悪くないんですよね。いやー、ファイボ削る。いやー、1300でしょ。全然耐えれるっすね。攻めてる。いやー、これ結構入るぞ。右も守る。もう一回来る。痛い。スケキンか。いや、ワンチャンあるな、マジで。次のロイフグ刺せば。もう一周だな。クエイク削れて勝てるんじゃない？お願い、頼む、頼む！祈り祈り祈り。ファイブ打てない。オッケー、来た！あぶね、あぶねー、それは。うまいな。いやー、なんか
ロイジェイとさスケキン両サイドからの両サイセパスケルトン部隊バカ嫌だったなあれ。いやこれ勝てたのすごいな次は勝てねえなこれ。うん、いや危ないね。ロイジェイの通し方うまかったっすね。大砲で、うん、処理して、あ大砲ファイブで処理してね。さあちょっと怖かったですけど、まあ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 さすがにうめえな有名プレイヤーは。どうしようかな。基本的にカード回しはファイスピーがあればファイスピーっすね。ファイスピーウッドクエイクぐらいの順番で、うん、裂いていいっすね。初手ロフがね、まあ刺せれば強いんですけど、もうそれでなんかね、なんか変なん来て簡単にカウンターで巻くちゃうとかもあるので、初手ローグするぐらいなら初手アチャクイの方がいいですね。まあ初手アチャクイも危ないですけど、おー、スケキンね。いや、スケキン最近ちょっとね、評価上がってんすよ、マジで。だからずっと言ってるわ、俺。ちょっと強いんすよね。小物系との相性がね、良すぎる。サイスイズスケキン。まあこれはさすがに逆サイ一旦言ってもいい気がするな。アイスイズベビースケキン。あー、エレジャイとかかな。かさあクエイクボーイですね。いやマジでクエイクボーイ覚えるだけでスケラーに対してのね処理とかも全然上がると思います。いやでもやべ、このスケキンのスキルやべ。さあファイスピとスケで危ねえ。そういうやつ遅延スケラーのナイトとかの枠がスケキンっすね。端前で来るんすね。ね。ちょっと怖かったな。スケラーにね、やっぱウッドとかさ、使うとさ、スケキンがちょっと厄介になってきますね。で、まあ、ここは美味しいな。うん。今、墓石置かれてなくてもクエイクから入ってますね。絶対ローフ飛ばしても施設あるんで。だって、アチャクイもマジ出し得だと思うんだよな。さすがにトルネかな。あー、スケキンだったら、よくねえな。よくねえな。まあまあ。まあ、言うて。言うて、なんとかなりそう。でもう一回ここで豚飛ばしたいな、俺は。いや、このウッドいらんっすね。このウッドせずに、ロフ飛ばしとけばよかったっすね。うん。なんかね、スケラに対してとかね、まあ、スケラ以外なんもなんですけど、守りすぎは良くないっすね、マジで。で、これは、近畿道か。いや、竹がいい。ファイスピも入るんじゃね？いや、熱い。ファイスピのダメージマジででけえかな。さあ、大砲1個上にしとくと、地味に逆サイも警戒できると。アイウィズ嫌だけど、シャアなし許容の、あー、めっちゃいい宝石だな、それ。いやでもチクチク入れ。いやこの数発マジで入るかどうかが結構大事なんですよね。さあ棒ぽい。まあこれはウッドで回して、これ一応とやっとくか。さあ、いや回ったらイケイケっすね。もうだってクエイクウッド2、3周ぐらい回せば僕の勝ちなんで。あ、これ回ります。回転マジで早いんでね。さあ、オーケー。ロイグもねちょっとあれだけで結構入るので、グッドゲームですね。いや、スケキン怖いっすね。うん、なんか地味に流行ってんな。さあ、よろしく。やっぱ環境デッキはね、レベチっすね。さあ、ファイスピ。さあ、ヒースピ。ババコや、あ、エリゴレっすね。なんか、マコツミさんね、なんかゴレとかエリゴレとかのね、大型をね、よく使ってるイメージがある。そう、後ろの馬場にも当てたいウッド。これ豚行ったらやばいのかな。でトルネでさすがにキング起動だと思うんですけど、いやこれあったかい高いっすね。もっと低めでよかったわ。持ってね。うん、まあでもトルネも使ってて、このあったかい系地味にきついと思うんだけどな。で次もう後ろよく刺したいっすね。絶対ババコヤが回んないサイクルなんで。
で、ウッドでちょっと、アーチャークイーンのプレッシャーかけて、ここで行きましょう。そしたら、まあ、ライドラとかの可能性あるけど、あ、バンバン回るか。持ってね。うん。さあさあさあ。まあ、ここは、クエイクは打たずしていきますか。じゃあ、ベビー追加とかもちょっと来そうですけどね。さあ、1コスがお強いことを。え、痛い。いや、これは男の許容できます。で、暇なので、端回ちくいで、トルネで下げてくる。ああ。しっかりユニット。うん。いや、端回ちくいが強すぎるんだな。で、ベビーもいないので、半円攻撃がいないんですよ。まあ、ヒーラーライドラ、インドなのかな？ああ、これ右サイドだったかな？これ、キング行かれるかもな、もしかしたら。後衛のさ、あの、ドラゴンちゃんたちがさ、やっぱなかなか解けねえからさ。うん。トルネで多分、座れそう。いや、でも、あれ？思ったより頑張れてる。大砲が全然反応せん。大砲反応してくれたら熱いんやけどな。飾りの大砲が。いや、危ねえ。というか、いや、デリバリーが強かったのか。だから大砲だな。これ、ごぼりだったら多分、終わってたかもっすね。うん。大砲がね、エリゴロをやっぱ溶かしてくれるんで、さあ、そこがね、ちょっと優秀でしたね。いや、大砲やばいっすね。ね、なんか、ここ最近さ、ちまちま強化みたいな、プチ強化をずっと食らってたんで、それが今たまりにたまって、環境でちょっとね、そう、若干無双しつつあるっすね。さあ、ナイス。はい、ということで、今日はね、環境浪費やったんですけど、まあゴリ強いしか言えないっすね。はい、なのでもうぜひ使ってください。ハンターマスケ、あとスキーも縦線とかのね人もいました。まあお好みで、というわけで、まあ今期ねロングなので、皆さんもトラゲ頑張りましょう。では、お疲れちゃんでした。またね。